女とは、おつな女のことです。三輪明宏。乙女トライアル始まります。皆様こんにちは、有本ひとみです。今回もよろしくお願いいたします。皆さんお元気ですか？林若菜です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組乙女トライアルは、我々若手女優の2人がいろんなことにトライアル、挑戦していく番組です。そして今お聞きのこの番組乙女トライアルは、番組収録時に映像も撮影いただいておりまして、その映像を再編集して放送後約10日程度で YouTube にアップしていただきます。ぜひ YouTube で乙女トライアルで検索してみてください。それでは今回の乙女トライアル最初のコーナーは、マンスリートライアルのコーナー。さて、このコーナーは私有本ひとみと林若菜ちゃんがこの1ヶ月いろんな現場に参加出演させていただく機会を頂戴し、まさにトライアル、挑戦、試みをさせていただいた内容についてお話しさせていただくコーナーです。ただ我々の業界のルールとして、まだ具体的な内容とタイミング的にお話しできない、いわゆる守秘義務がありますので、あらかじめご了承ください。それでは早速、先月のリポートについて、ひとみさんよろしくお願いいたします。はい、まず毎週月曜夜10時からフジテレビで放送されておりますドラマの現場に喫茶店の客役として参加させていただき、はい、放送もございました。はい、こちらの放送ではですね、私が自分で思っていた以上に自分が映っている姿がありまして、すごく嬉しかったです。はい、続きまして、うん、毎週水曜夜10時からフジテレビで放送されておりますドラマの現場にウェイトレス役で参加させていただきました。はい、さらにですね、毎週金曜夜11時からフジテレビで放送されておりますテレビ番組内の街頭インタビューの現場にも参加させていただきまして、はい、私こういったテレビ番組の、撮影現場初めて参加させていただいたんですけれども、はい、まあ、普段、ドラマの現場に参加させていただいている時とまた違った雰囲気とかもつかめまして、うん、新しい経験をさせていただくことができました。はい、続いて毎週火曜夜10時からTBS で放送されておりますドラマの現場に通行人役で参加させていただきました。はい、またですね、詳しくは申し上げられないんですけれども、うん、TBS で放送予定のドラマの現場にも居酒屋店員役として参加させていただきました。はい、詳しく分かり次第また皆様にお伝えできればなと思っております。はい、続いて毎週月曜から金曜日朝8時から NHK で放送されておりますドラマの現場に参加させていただいた絵画の放送も何度かございました。はい、こちらですね、うちの事務所プラスボックスの公式ツイッターの方をチェックいただきますと、はい、若菜ちゃんはもちろんですね、うちのタレントの出演参加情報がたくさんアップされておりますので、はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただければなというふうに思います。お願いします。そして9月26日ですね、月曜日夜9時からフジテレビで放送予定されておりますスペシャルドラマに私刑事役で、こちらはキャストとして出演させていただいております。はい、ぜひ9月26日皆様チェックしてみてください。楽しみです。はい、そしてですね、うちのトライアル作品であります、はい、映画3日のエンディングテーマ曲の進捗状況なんですけれども、はい、音楽プロデューサーのね、なおさんから歌詞と楽曲タイトルの方の、決定ということで OK をいただきましてですね、この度、はい、作曲は音楽プロデューサーのなおさん、はい、そして作詞は私有本ひとみが担当させていただきました。すごい。本邦初公開となります映画3日のエンディング曲、はい、有本ひとみファーストリリース楽曲、一人じゃないってことです。こちらはですね、2023年初頭にリリースを予定しております。はい、ということで私今、うん、レコーディングに向けてのですね、はい、ボイストレーニング中ということで、皆様のもとに素敵な楽曲がお届けできるように頑張っていきたいなと思っております。はい、続きましてですね、毎月、事務所で開催していただいておりますワークショップにも参加させていただきました。はい、さらに私の趣味でもありますランニングなんですけれども、はい、この度10月22日に東京の葛飾で開催されますロケットマラソンというマラソン大会に、はい、ハーフマラソンの部にエントリー中でございます。もう頑張って完走目指したねと思っております。ファイトです。よろしくお願いします。ぜひぜひ皆さん応援を一緒に
ね、ありがとうございます。ちなみにですね、このロケットマラソンというのは、はい、大会のモチーフであるロケット事業の発展の一助となり、うん、参加料の一部を寄付することでサポートするマラソン大会となっております。ぜひ皆さん応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後にですね、ご主人の訪問、そして韓国語の勉強もしてまいりましたので、うん、各コーナーで詳しくリポートさせていただきたいと思います。はい、続いて若菜ちゃんからのリポートです。毎週木曜日夜10時より、フジテレビにて放送中の純愛ディソナンスにですね、はい、1話から3話まで、クラスメイト役でレギュラーエキストラで参加させていただいたんですけれども、はい、4話以降は5年こうタイムスリップしまして、うん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 、5年後の設定でお話が進んでるんですけど、はい、まあ本当にですね、うん、このドラマの素敵なところが、はい、もうこうなんていうんですかね、ドラマチックというよりかは、うん、こう結構リアリティのあるそのシーンが多いなっていうのをすごい感じておりまして、まあ、例えばこうその 話数の後半にその中島裕翔さん演じる正樹さんから、はい、そのさえ吉川愛さん演じる際にこう連絡が来るんですけれども、うん、そこ出るでしょってみんなこう期待してると思うんですよ。そこを出なかったりとか、出ないんかいっていうタイミングでエンディングがこう気持ちよくこう流れてですね、エンディング曲、そうですね、エンディングの曲も本当にこうドラマとすごいマッチしているなっていうのを感じるんですけど、やっぱりドキドキもしますし、ワクワクもしますし、そわそわもするっていう、なんかこう感情が結構忙しい、そうですね、ドラマなんですけれども、まあ、やっぱりこの何といっても今後の見どころ、うん、まさきとさえの最終展開がどうなるのかっていうところですね、ぜひ皆さんもご注目して、はい、ご覧いただければなと思います、はい、またですね、フジテレビの FODに、入られている方はですね、これまでの話数も見れますので、1話2話と私もあの参加させていただいているので、はい、ぜひ見ていただければなと思います、はい、で続きまして、先ほどひとみさんもおっしゃいましたワークショップに私も参加させていただきまして、うん、今後ですね、事務所の公式 TikTok を開設予定だそうなんですよ ね、はい、で私、ひとみさんはちなみに TikTok はご自身でお持ちになられて、全然私やってなくて、なるほどですね、はい、私も最近インストールをして、TikTok をこう、まあ、拝見させていただく中で、うんうん、あ今こういう風に時代が時代でアピールする方が増えてるんだっていう新しい刺激があったんですけど、うんうん、はい、まあ、それに向けて撮影準備としましては、うん、ちょっと私は踊ってで見ようかなっていうのもありまして、じゃあ若菜ちゃん踊るんだったら、はい、私も踊るのかいいですね、また何か一緒にできたら嬉しいですね。なので皆さんもぜひそちらがまた解説できましたらお伝えするのでチェックの方していただければなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、またマラソンの方ですね、ひとみさんのように私も明確な目標を持ってしっかりと練習積み重ねていきたいなと思っております、はい、頑張りましょう一緒に、はい、ということで以上マンスリートライアルのコーナーでした。勝手にヘビロテのコーナー、続いてのコーナーは勝手にヘビロテ。このコーナーは我々2人が今気になる曲、思い出の曲、話題曲等をセレクトさせていただき、番組内でヘビーローテーションとして毎月2回放送ともかけさせていただこうというコーナーです。さて今回はですね、私が紹介させていただきます、はい、それでは早速今回の楽曲は尾崎豊さんで僕が僕であるためにです。はい、でまあ、この選曲させていただいた理由なんですけれども、はい、やっぱりこうなんていうんですかね、夏が終わって、うん、秋って夏の疲れが出たりするじゃないですか。そうですね。でまあこの歌詞自体がやっぱりその人生を、はい、まあどう進めていくかというか、その自分の人生について考えさせられる曲でもあったり、まあちょっとこう疲れてきて、ああ何のためにとか思った時にこの曲を秋風にこう吹かれながらぜひ聴いていただきたいなと思って選曲させていただきました、はい、まあこちらのリリースが1983年ということもあって、懐かしの曲でお聴きいただける方もいらっしゃると思いますので、ぜひお聴きください。スイーツトライアルのコーナー。さてこのコーナーでは我々独自のリサーチと研究により
簡単に作れるレシピを収録前に実際に作った様子とともにリポートしていこうというコーナーです。そして毎回ご紹介させていただいたスイーツは我々2人のインスタグラムと SNS で放送前にアップさせていただきますので、ぜひ皆さん有本ひとみと林若菜のインスタグラムをチェックとともにフォローよろしくお願いいたします。ではリポートよろしくお願いいたします。今回挑戦したスイーツはですね、はい、栗と小豆のシフォンケーキです。はい、まあ、9月といえば栗がイメージされて、うんうん、まあ、大好きな小豆とのレシピだったので作ってみました。はい、で材料を早速いきたいんですけれども、はい、まあ、21センチ型のシフォンケーキの形で今回作っています。はい、では、まず米粉 60g、はい、薄力粉 100g、ベーキングパウダー 10g で、この米粉、薄力粉、ベーキングパウダーの3つの粉類ですね、はい、はですね、計測後、ふるいでふるっておいてください。はい、で、まあ、このふるいっていうのはですね、ざるに粉を通してダマをなくすことになります。はい、材料いきます。はい、で砂糖 130g、卵黄4個、ゆで小豆缶詰が 100g、はい、栗の甘露煮 100g で、この栗の甘露煮は細かく刻んでおいてください。はい、で水 50cc、 サラダ油 50cc、 バニラエッセンス3滴、卵白6個となります。はい、で下準備としましてはですね、卵は卵黄と卵白を別々のボウルに分けておきましょう。はいはい、では早速作り方いきます。はい、1、卵白を電動泡立て器でしっかり泡立てます。でこちらの電動泡立て器とは材料を泡立てる調理器具で、ホイップクリームやメレンゲを作る際に使用するものです。2、卵黄と砂糖を泡立て器。泡立て器とは食材を混ぜたり泡立てたりするもので、白っぽくなるまで混ぜて、水、サラダ油、バニラエッセンス、ゆで小豆、栗の順に入れて混ぜます。はい、4、卵黄のボウルにふるっておいた粉類を入れて電動泡立て器で混ぜます。はい、5、粉を混ぜたら2の工程で卵白を泡立てて作ったメレンゲの3分の1の量を入れ、泡立て器でよく混ぜます。で残りのメレンゲはゴムベラ、ゴムのヘラを使って泡が消えないように下からさっくりと混ぜます。はい、6、生地をシフォン型に入れ200度のオーブンで5分焼き、温度を180度に下げて30分焼きます。7、焼けたら、型ごと冷まし逆さに冷ましてカットして完成です。で、まあ、ちょっと工程が多いように感じるかもしれないですけれども、はい、そうですね、意外に簡単です。本当に作ってみると、卵白を泡立てて最後混ぜるんだっていう形の工程に考えていただければいいかなと思います。まあ、今回和の食材、栗や小豆を使ったシフォンケーキが食べてみたかったので初めて作ったんですけれども、うん、やっぱりですね、栗の甘露煮の食感が、そのシフォンケーキはふわふわしてるじゃないですか、でもちょっとこうつぶつぶ感が感じられて、アクセントになってる感じ。そうですね、食感が、そうですね、面白いなって思ったのと、はい、まあ、やっぱり和の食材で固めてるので、優しい甘みがこう広がっているなっていうのを実感しました。で私今回ちょっと工夫って言っていいのかわからないんですけれども、あえてシフォンケーキの型を買わずに、はいはい、まあ、通常であれば100円均一ショップとかで売ってる紙の型とかでシフォンケーキの型はあるんですけれども、ホールケーキを焼く型を、はい、そのステンレスのものを持っておりまして、はいはい、それでシフォンケーキを作ってみました。っていうのもシフォンケーキ真ん中に穴が開いてるじゃないですか。そう、まあ、開いてるものが確かに多いかもしれない。それがシフォンケーキの形になるんですけど、そこにお水を飲むようなマグカップではない取っ手のついていないガラスのコップを、はいはい、ホールケーキの真ん中に中央に立てまして、はい、ちょっとこうバターとか油分を塗ってそこに、うん、生地を流し込んで空洞を作るっていうのを今回挑戦してみたんですけれども、紙で作ると剥がす時に生地がすごい取れてしまうことがいつもあって、はいはいはい、ちょっと残念だなって思ってたんですが、今回そのステンレスのホールケーキ型であえて挑戦することによって、綺麗に生地が取れましてですね、この方法すごいいいなと思いました。なので、まあ、わざわざ型買うのもなってちょっと思われる方は、はい、ぜひ
ホールケーキの方でも挑戦できますので、はい、やっていただければなと思います。ありがとうございます。はい、以上スイーツトライアルのコーナーでした。山手線越しにトライアルのコーナー。さて続いてのコーナー、山手線越しにトライアル。今若い女性の間でもブームになっている御朱印巡り。ただ時節柄も踏まえて山手線だけで行ける御朱印巡りをご紹介していこうというコーナーです。はい、そしてこのコーナーでご紹介させていただきましたスポットは有本ひとみのインスタグラムにアップしておりますので、合わせてチェックいただければ嬉しいです。それでは今回は目黒駅から徒歩3分のところにございます、はい、幸福院というところに行ってまいりました。はい、こちらのご本尊は大日如来です。はい、縁起ですが、はい、こちらのお寺はもともと高野山金剛峯寺の塔頭というお墓のことなんですけれども、はい、これは本来はお釈迦様のみのお墓の意味だったそうなんですが、はい、の一員だったそうです。弘法大師は高野山を改装された際、鎮守として各所に弁財天様を祀られました。高野山が疲弊して資料、資金と食料が乏しくなった時、弁財天様が宝船を引いてきて、三渡と呼ばれた比叡山の下級僧侶を救い保ったことから、その幸福にちなんで幸福院が建立されたそうです。高野山の古地図、古い地図を見ると、はい、現在の金剛峯寺の右隣に幸福院の名が見え、高野山の中心にあったことから由緒寺院であったことが忍ばれます。はい、そして寛永、1624年から1644年の頃、はい、松平さぬきの神公は当地に下屋敷、現在の自然教育園庭園美術館を造営されるにあたり、さぬき、今の香川県が生んだ偉人である弘法大師のお寺を建立線として高野山に要請しました。はい、そこで高祖院の良尊和尚が幸福院の寺名と船引きの弁財天様を奉仕して、はい、東上東の上と書いて、西の方から東の方の都へ行ったのが当院の起源であると伝えられています。そしてですね、はい、幸福院の本堂はですね、はい、境内の案内板によりますと、水野忠邦が千駄ヶ谷恩田、現在の渋谷区神宮前の屋敷に建てた仏堂を1844年に移築したものだそうです。この水野忠邦は佐賀県の唐津藩士を経て静岡県の浜松藩士となった大名で、幕府では老中に上り天保の改革を主導しました。はい、安政の大地震、関東大震災、今治大政によく耐えて今日に至っているということです。そしてですね、はい、この幸福院の入り口少し出たすぐ隣にですね、はい、誕生八幡神社っていうものがございまして、こちらの誕生八幡神社はですね、はい、室町時代の文明年間1469年から1487年太田道館という室町時代後期に関東地方で活躍した武将が夫人の懐妊にあたって福岡県の海八幡を勧請して創建されたそうです。この誕生八幡神社の右奥に見えるのが、明治の神仏分離まで当社の別当寺であったご紹介いたしました幸福院です。誕生八幡神社の拝殿と本殿大家は戦後の鉄筋コンクリート建築で、社前に立つ2本のイチョウの巨樹、はい、巨大な木ですね、うん、こちらは夫婦イチョウとも呼ばれているそうなんですけれども、はい、こちらは道路拡張で境内が切り詰められたため3度移植されたものだそうです。樹齢はいずれも250年から300年で、はい、品川区の天然記念物に指定されております、すごい、ね、ということですね。幸福院今回行ってまいりましたけれども、はい、まあ、最初に申し上げました通り、こう目黒駅から本当にすぐのところに位置しておりまして、はい、まあ、歩道の横道の、入った奥にありまして、はい、境内の敷地はですね、比較的ちょっと狭いかなっていう感じはあるんですけれども、こう入り口を入ってすぐ目の前にあるこの本堂はですね、はい、やっぱりこう歴史を感じる、こう荘厳な感じがするあのお寺でございました。はい、それでですね、あの本堂ですね、このお参りする拝殿の
ところにお賽銭箱が置いてあるんですけれども、そのすぐ真上には、はい、大体のところはあの鈴、鳴らせる鈴っていうのがあるのをちょっとイメージできるかなと思うんですけれども、はいはい、それが鳴らせる状態であったんですね。で、うんと思うと思うんですけど、はい、あのコロナ禍になってからはですね、はい、この感染拡大防止対策として鈴が鳴らせない状態、やっぱ手で触れてしまうっていうこともあるので、そういったところが多くあったんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。でもこの幸福院では鈴が鳴らせる状態であったっていうことでですね、あの本来の参拝方法で参拝することができて、私もすごく嬉しく感じました、はい、そして今回はですね、はい、ご住職様がご不在であったために書き置きの御朱印をいただいてきました。そしてですね、崩拝した日付というのが、このお参りをした日付は本来はあのご住職様だったりその代理の方が書いてくださるんですけれども、はい、私がいただいたものは、うん、その日付が書かれていない状態のものをいただきまして、あれなんでかなっていうふうに思ったんですけど、そのくださった方によりますと、ご住職様がそこの日付は自分で入れてもいいんだよっていうふうにおっしゃっていたそうで、私もそんなことできるのかって思ったんですよ、ね、あの持ち帰って早速、あの自分で筆で書き入れてみました。もうなんかね、こう御朱印に自分で書いた文字が入るっていうのが、なんかなかなかできない経験なんじゃないかなってい ね、思って、はい、本当に新鮮で貴重な経験だったなっていうふうに思います。はい、もう御朱印帳にね、はい、直接書いていただくっていうのもすごくいいことだったと思うんですけど、自分で書けるっていうところもなんか一つの醍醐味というか、はい、そういったものになるのかなって思いますので、はい、ぜひ気になられた方はこの幸福院目黒駅からすぐなので、はい、ぜひ足を運んでみてください、はい、以上、山手線御朱印トライアルのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の乙女トライアルいかがだったでしょうか。この番組乙女トライアルは毎月第2第4土曜日お昼2時30分から放送ですので、ぜひ次回もお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。はい、ということでね、私もこう今後、まあ、楽曲だったりとかマラソンだったりとかっていうのをね、口に出すとやっぱ実感がすごく湧いてくるので、あのしっかり頑張っていきたいなっていうふうに今回思いました。岡野ちゃんはいかがでしたか。いや、もうひとみさんの、作詞された歌詞がとても気になるので、はい、とても楽しみです。ありがとうございます。皆さんもぜひお楽しみに、はい、お待ちください。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 乙女トライアル、おつな女にカタカナでトライアルまでお待ちしております。それでは乙女トライアル、また次回同じ時間お耳にかかりましょう。この時間乙女トライアルは若手女優有本ひとみと林若菜が担当させていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。